いや、いいね、味方。うぃー、叩きー。ぶね。これは、魚ですか？いいえ、それは、下駄箱です。はい、どうも、なしです。今回はですね、この FR5.56 っていうね、バースト武器の AR を使っていきたいと思います。で、この武器めちゃくちゃ強いんですけど、そもそもこの武器3発のバーストなんですけど、まあ胴体とかに当たって3発でキルが取れる。まあつまり1バーストでキルが取れる上に、ヘッドショットが含まれたら2発でキルが取れるんですね。で、前作のブラックオプス4っていう作品でも似たようなバースト武器があったんですけど、その武器はアタッチメントで4連バーストから5連バーストに変換。とヘッドショットのダメージ倍率を上げるアタッチメントを使ってようやくこの武器と同じ条件だったんですよ。まあその5連バースト中5発同打ちで1バーストキル、もしくはヘッドショットを含めた4発キルが可能っていう状況で、まあ弾数こそ違いますけど、条件はね、このノンアタッチメント状態の FR5.56 と一緒なんですよ。で、前作の BO4 ではそのソードフィッシュがめちゃくちゃ強くて、もう魚ゲーって言われてたぐらい強かったんですけど、まさかね、もうノンアタの状態でそれとね、同等レベルの強さの武器があるっていうのはもう結構ね、やばいんじゃないかなと思ってます。まあ、とりあえずね、まあさすがにノンアタでは使わないですけど、ある程度レベル上げて、個人的にこれが一番いいなと思ったのが、まあバレルは射程距離伸ばして、ストックと、アンダーバレルでエイム安定性に重きを置いています。エイム安定性ね、低いと、3発バースト全然当たらないんですよ。3発ね、しっかり。なんで、エイム安定性は個人的にすごい重要かなと思ってます。これでまあ、射程距離を伸ばしてるんで、もともと28メートルぐらいまで3発キル可能なんですけど、まあ、どのぐらいまで伸びるかちょっとわかんないですけど、まあ、少しでも1バーストキルが取れる確率を上げようっていうのがこの3つのアタッチメントになってます。で、まあ、サイト、等倍サイトとグリップはね、ステップン加工グリップ使ってます。これ、流状グリップの方が M 安定性とか上がるんですけど、個人的にね、どっち使ってももう大差ないレベルかなと。これ M 安定性ちょっと下がりますけど、まあもう十分なほどの安定性持ってるんで、まあ正直流状グリップテープは、まあ過剰すぎるかなと。なのでまあこっちにしてます。ただまあグリップそもそも外してレーザーサイト 1mW か 5mW をつけてもいいかなと思います。結構集団率上がるんで 1mW でも十分ね。近距離 ADS せずに、まあ腰打ちで割とキル取れます。で、まあ、そもそも 5mW だと、近距離、腰打ちめっちゃ強くなる上に、ADS するときはそもそもレーザー消えるんで、割とね、そのデメリットも消せるんで、結構 5mW おすすめですね。まあ、ただ、どうせなら個人的には、まあ、絶対1バレしない 1mW をよく使ってました。っていう感じのカスタムですね。ちなみにこの背景の映像は、初期レベルで使ってるんで、ほぼほぼノーアタの状態ですね。まあ、とりあえず、個人的なおすすめのこのアタッチメント構成で、まあ、ちょっとね、やっていきたいと思います。レッツゴー。またサンクトペトログラードなんだけど、俺いつもここやってんなぁ。あ、でもここのハードポイントあんまやったことないかもしれん。いや、嘘あるわ。うな。お、左側落とせると思ったら味方か。いたな。いなかったわ。ん？今上いたろ。わかってる。2階の敵、味方、ん？めっちゃかもな、2階の味方がやられたか？おー、詰めてくれるね。え、見逃した。OK？ 危ない。やってくれたか。OK、ナイス。ナイスカバー。やべ、今のやつやんないと危ないんですが、あぶね、あー逃げきれなかった。今のワンチャン走り込みでいけたな。まあでもまだ20秒か、結構取られてんな。てか次のポイントも分かんねえんだよな俺。これなんかいつもドミネばっか当たってる気がするわ。あ、向こうか、分かったぞ。
やべ、逃した。おわっ、ぶねえ。乗れない乗れない。ここのポジションいいね。でも思ったよりか見れる範囲少ないな。味方がやってくれるか。熱い、一バレたか。おっと、上、さっきのやつどっから撃ってきたんだ。ん、あ、ビリヤード場からか。熱い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 、範囲広すぎんそれ。あ、おっと、味方のクレームが爆破するけどやれない。すごい遠いところにやられちゃったよ。やだ。え、全く同じところで爆とかある。23、やれないか。もうそこ突っ込んじゃう。取りたいね、ここ。そろそろ欲しいところです。 OK、 中クリア。多分2階にはいないんだろうな。えっちぇ、あー今のやれない。これもがっつり取られるだろうな。今のは1、2、3ポイント目だから。OK、 ナイスカバー。次どこだ。こっちか。はいはい、あ、ここか。はいはいはい、 OK。 ここグレネードめっちゃ強そうだな。これここら辺いたら確かバレないんだよね。向こうからはもう来ないしな。フルボットじゃねえからちょっと不利かもな、この立ち位置。ちょっと外から見るか。あぶね。え、なにこれ、こんなとこあったの。これ初めて知ったんだが。上乗らせねえよ。 OK、クラスターストライクまだいいかな。 OK、 あ、 OK、 OK、 いい感じです。 あと3キルか。サポートヘリまでつなげられるとちょっと嬉しいんだけど。お、あぶねえ。うわ、やべ、やらかしたな。まあ、この外の拠点のうちに、外じゃない、なんだそれ、そんなとこがあったんか。まあいいや、ここで使っといて。はい、1人。ん、痛い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 。打ち挟すけ、見逃していく。ここでガッツリ取りたい、いただきたいところではあるが、2階を守っとく。オッケー、ちょっとクラスターストライクもお願いしたいね。落ち着いたか。オッケーオッケー、頑張ってくれたろ。次向こうか。ちょっと初期位置か。ナイス。2回取りたいところではあるけど、敵の位置が全く分からん。はいはい、 OK OK、 いただき。拠点の中多すぎない人。2階絶対いるだろそれ。おっと、 OK、 1人2階やってく。肩も見てくれてる。 OK、 2人。クラスターまたゲットしちゃったよ。次の試合行こう。
2階取るか。2階じゃねえけど、上取っとこう。そこら辺防いどこう。そしてこっち見とこう。あー、もろバレとるやないかーい。もう分かってたね、ここいるって。そうだよな、まあみんなあそこ見るよな。あ、取られちゃったか。あ、ナイス。お、味方なんか出してんな。V 取るか。ちょっと味方の V 取るが出てるうちに攻めたいね。あー、ごめん。なんだあれ。あ、新しいあれかな、 LMG かな。強いな。オッケー、分かってる。全然敵こっち来てないのか、ラッキー。いや、来てたわ。あ、待って、今痛くない？気のせいか。危ない危ない、つか死んだわ。うちはさすけずーっと来ているな。味方の V トリが出てるうちに少しでも進軍したいところなんだよね。あ、取ってる、ナイス。あ、落とされたか、早いな。こっち側、あー、いたな今。青白キャラ。指落とすか。ん？指ないよ。指見つかんないよ。指は申し訳ないけど、捨てます。あ、見られたかな。あ、味方がやってる、ナイス。取られたか。開けて、ナイス。飛ばねえか。あー、ごめん、頭抜けなかった。もうやだ。残り25秒。あー、でもいい感じに勝ってますね。ここ通るでしょう。いや、味方が攻めに行った、ナイス。いいね、次でここでしょ、レストラン。分かってる。いや、分かってなかった。今のは分かってませんでした。うん、そっちを任せた。あ、だ、あ、ちょっと見えないわ。やべ、ごめんな、なんか俺が担当してたのに。あ、やだー、味方じゃないんかーい。大丈夫、まだ取れるよ、全然取れるよ。いやー、くそー、こいつキャラコンがすごいぞ今の。めっちゃ弾よけるやん。いや、俺の M が下手なだけか、認めなさい。味方がやってくれてる。ハードペン競合中取ってる、ナイス。次も初期位置か。次は初期位置だとするならばここ刺さるんじゃないでしょうか。やべ、バレた。下がり、あー、やだ、まだ見てたか。あ、上かー、まだ見てた。でもあと20秒、これ勝ったなー。あ、来るか、来ねえか。ってことは真下だな。大丈夫、そこ取れるよ。オッケー。いや、いける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 、まだいける。やだー、はい、ナイス。いいねー、やっぱこの武器強えわ。
全然キルしてねえけど。マジでバースト武器やっぱ強えんだよな。ヘッシュ入ったら2発で、ヘッシュ入らなくても3発ワンバースをキル取れるってマジでずりー強すぎ。マジで FR は AR の中で性能カスタムカタログスペック最強だと思う。